はいどうもこちょぼです。いつも動画見ていただきありがとうございます。今日はですね、私とミニオンくんと、私の奥さんのリノと、まあ3人でね、ちょっとお話したいことがありまして、この動画を撮っております。まあ子供たちは寝てるのでちょっと音量は控えめでいきたいと思います。先週ですね、重大発表ということで歌を歌うことになったので先週の動画では上げさせてもらいました。それから1週間経って、まあレコーディングも終わってですね、前回の動画がやはりですね、その歌を歌うってことなので、まあそっち行ったかみたいな感じで皆さんの反応が面白かったので、ちょっとその中で気になったですねコメントというか、まあメッセージといいますか、まあ俺が気になったことをちょっとお話ししたいなと思ってこの動画を撮っております。よろしいですか？いいですよ。はい、はい、一つ目がですね、この歌を何のために、歌うのっていうのと、あと一つはですね、俺の方がうまいけっていうメッセージっていうかコメントっていうかですね、はい、そこにちょっと引っかかったので今日はお話ししようと思ってます。で、なんで引っかかったのかっていうことなんですよ。そもそもなぜ俺がそれに目がくれたっていうか、まあいっぱいメッセージとか DM いただいたんですけど、その中でこの2つについてはなぜ俺が引っかかったのか、それはやっぱり昔俺がそう言ってたからですね。絶対言っとるね。そう、昔の俺だったらそう言ってるんです、間違いなく。その歌何のために歌うと、わけわからんわけわからんとか、あとその俺の方が絶対うまく歌えるしなとか、俺の方が絶対うまくできたとか、そういうことを俺は言ったなーとかってか言うなと思って、なんか昔の自分がそうだったからちょっと今日お話したいなと思いまして、俺は別にその人たちが悪いとかじゃないんですよ。悪いって思ってないです。その人はその人の意見だから。何のために歌を歌うのっていう質問に関しては答えはですね、意味は特にないです。で、根拠も別にないです。その歌を歌い、これがあるから歌を歌うとかじゃなくて、まあ強いて言えば伝えたいことがあるから、新しいことにどんどんチャレンジしていくっていうことで俺は伝えたいことがあるんですけど、その一つのにも歌があって、でもそのこの我が言い子で、はい、T シャツね、またロンティーも作ってしまいましたけども、はいはい、そのこの4人に共通したことが、そのみんな歌が好きだったんですよ。何のためにって、なんか意味あるのっていうことも言われるんですけど、意味あることと意味ないことをしましょうって言った時に、じゃあ意味ないことを一生懸命なれない人が意味あることできないです、絶対。これは俺の考えですけどね。もう意味ないことにも夢中になれて、意味あることにも夢中になれるから、ここが強いんじゃないですかっていう話なんですよね。なんかそれ意味ないけやめとこうぜとか、それ意味ないけちょっと明日に回そうとか、もう意味ないけやめとこうぜって、やる前からね。そうそう、やる前からちょっと全部俺はそう言ってたんですよね。そうそうそう、意味ないことなんか損得で動いてて、得がないことに関してはもうはいはい、はい、お疲れさんっていう感じだったんですよね。でも意味ないことに一生懸命なることがマジで大事です。これマジです。意味ないことを一生懸命できない人が意味あることできるわけがない、そんなわけがない。だって意味あることをしようとしても意味ないことをしないと、それの積み重ねで意味あることにつながってくるから、昔の自分が何のためにすっとその歌をどげすとねとか、お前歌下手やんとか俺思ってたんで、そもそもがですね、俺もそういうこと言ってたなーということで、この一つのコメントについてちょっと引っかかったので、ちょっとしっかり言おうかなと思ってます。二つ目の俺の方がうまいっていうメッセージもコメントもいただきました。そりゃそうですよ。俺の方がうまいとか、俺の方ができるとか、俺の方がうまくできるとか、そうあるじゃけど、これ勝負じゃないんですよ。勝負じゃなくて、いかに自分がしたいことをやれるかってだけなんで、誰と勝負とかじゃなくて、でしかも自分の方がうまく歌える、じゃあすべきことあるんじゃないのっていうことなんですよね。要するにこうやって俺もその動画に出て喋って、ここが難しいんですよ。みんなの前に立ってその自分を表現できるのかっていうのが一番難しいことであって、じゃあ自分の方がうまいって、じゃあやってみるよとかじゃなくて、できるんだから。その俺カラオケで80点とか82点しか取れなかったんですよ。でも俺、いや俺うまいけどな、俺機械がおかしいっちゃねえかな、もう機械おかしいっちゃねえかなって思ってましたけど、マジで。でもレコーディングとか、ね、仮歌撮った時に、あ、音程ずれとるよって言われて、俺初めて音痴って気づきました。そうなんです。心折れたね。うん、もう折れたんですけど、でもね、声がいいって言われて、そこから復活して頑張ってるんです。はい。声がいいって言われたんで、もうそっからの伸びしろや、ね。そうそう、そっからやっぱり、調子乗るんですぐ、音痴やけど、声がいいってだけで、俺は調子乗って、もう やりますって言ってやってますけど、俺音痴やったんですよ。びっくりした。機械のせいじゃなくて、今の機械ちゃんとできてました。俺音痴でした。はい。だけカラオケ行っても、
95点か96点かどっちかなと思ったら80点、おいマジかよみたいな、10点引きみたいな、よし歌うなら歌おうぜってなってたんですけど、やっぱり俺と一緒でデイヒーとか、まあマリさんはもう経験をしてたんですよね、その歌とか自分を表現することはもうやってて、で言ったらその俺とリノとデイヒーに関してはもう全くわからん初心者なわけですよ。全くわからんし、歌も人前でね、仲いい人でカラオケで行って歌うぐらいやったら、まあそれはできますよ。できるけど、その人がわからん時とか、そんな緊張しながらレコーディングするなんてしたことないんで。めっちゃ緊張するわ。ねえ、緊張したね。だけど声が震えたりとかさ。震えるまで。リノのインスタを見ていただいたらね、わかると思うんですけど、言ったらカラオケでもちょっと恥ずかしがるような。本当になんか人前で歌うって。そうそうそう、俺言ったら飲み会とかでイエーイやろうぜみたいな感じなんで、まあまあ俺ノリノリで行けたんですけど、まあ言ったらでも怖いよね、その人前で歌うとか。まあ怖いけど、で下手やし、でもなんかね、俺これだけ伝えたいのが、自分の方が上手いっていう人はまあやるべきことがまああるんで、そこは自分で決めてほしいと思います。で上手い人は、素人で上手い人はもう世界中、もう日本中にいっぱいいます。でも俺は音痴で下手って言われたけど、でもそこを分かった上で、ね、そう、それ分かってますよ、そのぐらいそれ分かってますよ。いや、そこでね、俺上手いじゃないかっち、そうそう、別に勘違いしてもいいんですよ。俺上手いじゃないからよしやってみようでもいいんですけど、でもね、やっぱりあれに出るんで、点数とかね、ね、それはもう分かった。点数どこじゃないよ、もうリズムも取れてない。そうそう、リズムも全然取れてなくて、もうズレズレで、レコーディング言ったら俺3時間半一人でかかったですからね、もう翔平にはもう本当に感謝してます。何度も問い続けてた、はい、やります、何度も違うな、違うな、違うみたいなやり直しをひたすら3時間一問一言一句、それはもう音痴だけ仕方ねえけど、でもと思って集中しても休憩もなしで、そしたら3時間半経っとったっていうねそんなことが起きました。はい、そうそう、なんか人それぞれがなんかこの歌に対してダセー、いやでもかっこいいとか、何でもいい、その理由が、ね、理由は何でもいいんだけど、それに対してやっぱりそのギリギリで踏ん張ってる人に対してはやっぱり届いて、やっぱりいや今日やめろって思ったけど、やっぱもう一日頑張ってみようっていう、そのなんか少しでも勇気になればなと思って、歌考えましたみたいに言いたいけど、考えてないですけどね。でも、そうそう、俺も一応考えてないですよ、こうやって。ボールペンがもうデコに刺さったばっかり、こうずーっと。初めて表現する挑戦をして、この4人が、なんか、言うたらデイヒーも会社員ですからね、うん、本当に。ラップを歌ってくれたデイヒーも、会社員で本当にね、高校のバレエとか教えて、本当普通に働いてるサラリーマンが、いきなりラップですよ。やべくね。へえじゃねえよじゃねえよ、ちつっこい突っ込みたくなるけマジで。ラップよ、それそう、まあ、何の話しよるとっていう話になるんで、何のためにしよると、それとあと一つは自分の方がうまい、はい、この二つについて回答しました。これはですね、やっぱり自分が思ってたので、やっぱちょっと反応したので、今、まあ、過去の自分に向けて伝えてます。そうで、しかもね、今日今日はね、うん、G カフェ、対馬にあるクレープ屋さんの G カフェってとこで、もう4時ぐらいですよ、まあ、夕方4時ぐらいにもう腹減ったからね、クレープ食ってたんですよね。そしたらある女性が入ってきて、こちぼチャンネル登録してますって言ってくれたんですよ。俺知ってる人から言われるのは ありがとうってなるんですけど、知らん人から俺初めて言われて、めっちゃ嬉しかったんですよ。でニヤニヤしたと思う。ニヤニヤしたね、ちょっとなんか前はクール高貴じゃなかった。なんか前はありがとうございますみたいな感じだったけど、今はおもじこおぞっすみたいな感じ、もうマジで嬉しかった。マジ嬉しかった。まあ今日Gカフェで会った女性もちょっとこれ見てくれてると思うんで、ありがとうございました。本当に嬉しかったです。なので皆さんも登録してくれて、俺を見かけていただいたら登録してますよとか言ってください。嬉しいんでもうサイン書きます。あ、サインできますよ。はい、サイン書けますね。俺準備してますよ、サインまだくださいって言われてないんで、でも準備してます、サインはね。もう書けるサインは書けます、秒で書けます。なんならその我が英語での T シャツにサイン書いてある。いや、それちょっとダサいけど、はい、なのでサインも準備できてますんで、ぜひですねまあなので先週発表したことで、まあ俺らが今後活動というかですね、まあどんな気持ちでやっていくのかとか、そのコメントとかメッセージに対してちょっと響いたことがあったので、ちょっとお話ししようと思っております。なのでまあこんな感じですかね。うん、嬉しかったから、ね、今日話したいことはちょっと嬉しかったよっていう話、登録こちらのチャンネル登録しますって言われて、よっしゃーみたいな感じですね。はい、それでは今日の話はこの辺で終わりたいと思います。サインの要望もですねお待ちしております。それではバイビー。超えられなくてその場やりすぎ
過ごすノイズのせいにして、まだまだやれる。